はい、こんばんは。中学2年生英語ですね。統一テスト対策ということで過去問ね、5、6、7、まあ、ここら辺ちょいと拾い上げましてですね、まあもう一度確認してみようかということになっておりますね。はい、じゃあね、まず5番に関しては、はい、まあ、正しいものね、学校の中にある言葉、どれが正しいんだろうね、選んでくださいませよ、というところなんですけどね。はい、what will you do? What will you do? ね、まあ、未来形、will の疑問文になっているのかな。はい、what will you do? はい、with of during、ね、the winter vacation ということですよね。まあ、with あの of だの、なんか全知みたいなの入れてあげようか、っていうことなんだよね。そうすると、あとが、はい、winter vacation、ね、ウィンターバケーションということで冬休みということなんだよね。こいつがね、冬休みね。はい、ですから、まあどれ入れてあげるかな。 with っていうと何々と一緒ね。 of っていうと何々のとかね。 during って何々の間っていう意味があったんで、はい、ですから、まあ冬休みの間にっていうことでね、はい、ここでは during 入れてみようかということですね。はい、冬休みの間あなたはね何をするつもりですか、予定ですかね、いうような具合になったわけでした。さあ、そしたら次ですね。He stayed there. ね、彼はそこに、まあ、滞在しました。っていうことになってますね。で、まあ、スタディー絡まりのちょいと変化した形があってのイングリッシュ。だからなんか英語を勉強するっていうような、そんな具合ですね。するってとだよ。どれがいいのかな。で、まあ、stayed ってことで、この、いわゆる主節の動詞っていうんですか、が来てますから、もう動詞としては来られないよね。ですから、例えば、study と来ることはできないし、ということで考えていきますと、やはりここではね、to プラス動詞の原型。はい、これでね、何々するためにと、ね、いうことで、副詞的用法ってやつでしたね。はい、ですから、彼は英語を勉強するために、はい、彼は英語を勉強するために、そこに滞在しました。ね、なんていう具合になったのかな、ということになりました。はい、続いていきます。 There, that day is a have a good restaurant near the station ということですね。はい、これはもうね、はい、ちょっとね、 there is, there are ですよね。はい、そしてどこどこに、どこどこに何々が、はい、あるとかいるという意味になるやつでした。はい、で、is になるのか、あになるのか、つまり be 動詞を突っ込んであげようということなんですが、後に続く、はい、後に続く、ここでの名詞がですね、はい、good restaurant ね、単数なんだね。はい、ですから、単数の時っていうのは、はい、is を入れてあげたんですね。はい、ですので、there is a good restaurant near the station ね、はい、駅の近くに良いレストランがありますね、ということになったわけですね。はい、そしたらその次だ。Please, はい、look, show, watch me the pictures ね。はい、だから、私に、まあ、写真を、まあ、まあ、見せてくださいよぐらいな感じ。だから、look, show, watch なんか見るぐらいな意味ありそうですよね。はい。そうすると、ここでの話題はですね、はい、この SVOO ということで、第4文献ね。はい、目的語を2個取るというものなんだね。動詞によっては、ね、目的語を2個取ることができるわけ。まあ、1個しか取れないものもあるし、2個取れるものもあるんだね。はい、ですから今回は、me、そして the picture ということで、目的語が2個続いてるわけなんだね。はい、ですから、look, show, watch の中で実は目的語が2個取れるのは、はい、1つしかなくてですね、はい、これは show しかないんですということですね。はい、please show me the picture ですね。ということで、その写真を私に見せてくださいね、いうことになったわけでした。はい、続いて6番行ってみましょう。はい、6番は、まあ、疑問文とその答えみたいな感じですね。疑問とその答え、つまり、なんて聞いてるからなんて答えてるんだろう。また、なんて答えてるからなんて聞いてるんだろう。っていうことで推測しつつ、形合わせますっていうのは、例えば、can で聞いた can で答えるとかね。be going to で聞いてる be going to で答えるとかね。まあ、そういったことよ。はい、そうすると、what the w you doing at 8 last night? ね、そしたら、I was doing my homework ね。私は宿題をしていました。ということで、はい、ここで、B 動詞に ING。はい、過去進行ですね。はい、過去進行形が使われている。
答えで過去進行形で答えてるってことは過去進行形で聞いてるわけですよ。はい、ですからここ W から始まりますが、はい、ING 来てますよね。ですからやはり B 動詞に ING、 そしてその B 動詞が過去の形になりますので、はい、わーと入れてあげて、はい、 What were you doing at 8 last night? ね、これクエスチョンマークがついた方がいいですね。はい、昨日の夜ね、8時、あなたは何をしていましたか。あ、私は宿題してたの、ね、ということですね。はい、続いて What did you make for dinner? What did you make for dinner? ね、あなたは夕食に何を作りましたか。で、まあだから何作ったって聞かれてるわけだからね、お、これ作ったずらよっていうことですよね。やはり一般動詞過去形で聞かれてます。 Did you make? ね、 Did you make? はい、ですから、過去で答えてあげましょう。はい、ですので作ったさーということは、メイク、これ過去になってねえな。ね、はい、作ったさーということでメイクの、過去形、過去形ということで、はい、made ということでね、 I made curry ね、なんていうふうに答えてあげたということですね。7番入ります。今度は適する形に変えてくださいっていうことなんですね。はい、そしたらじゃあどんな形に変えてみようかっていうところで、はい、ポイントとしては This book is easy とあって than that one。 はい、そうなんです。はい、この than というのがポイントですね。than が見えた瞬間です。もう than が見えた瞬間直前は比較級にしてあげてください。はい、残が見えたら比較級です。残が見えたら比較級です。はい、ですから easy ね、比較級って基本的には er がつくような形でした。ところがな、はい、これ真字プラス y ってやつなんだよね。はい、ですから easy y を i に変えて er ね、こんな具合で easier としてあげようということですね。はい、残が見えたら比較級ですよ。はい、続いて括弧にです。I feel June is the long runOf the year. 今度はね、比較ついでにね、これね、はい、ザが来てる、ザが来てる、そしてオブとかインに続いてるね、はい、ザが来てる、オブとかインに続いてると来ましたら、これは最上級です。最上級ね、最上級、規則的には EST をつける形になりますね。はい、今回ロングですので、基本その規則変化で大丈夫ですね。 EST をつけてあげてロングストなんていう風にしてあげようね、ということでございました。まあ、なかなか2年生のね、問題盛りだくさんですね。不定詞、比較、ね、それから、まあ、レアリズムアラーもあり、文系もありとね、いうようなことでね、なかなか、難しい問題ではございますが、あと、2回くらいかな、練習できると思うんですね。2回かな。まあ、とにかくね、頑張っていきましょう、ということでございました。では、こんなとこです。